平成21年9月25日、阿蘇市一宮町の国道で、女性たちがドライバーに廃油石鹸を配り、安全運転を呼びかけました。廃油石鹸を配り、安全運転を呼びかけたのは、阿蘇市内の婦人会などで組織する阿蘇市女性団体連絡協議会で、これは秋の全国交通安全運動の一環として行ったものです。交通安全キャンペーンには会員20人が参加、国道57号線を通る車を阿蘇警察署横の広場に誘導して、ドライバーに安全運転をよろしくお願いしますなどと声をかけて、廃油石鹸とチラシを配りました。この日は200個の廃油石鹸をドライバーに配りましたが、ドライバーたちはありがとうございました、安全運転に努めますと言いながら走り去っていきました。こんにちは、交通安全母の会です。交通安全でよろしくお願いします。廃油石鹸ですので使われてみてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。